2022年の7月24日、ついに決行されたハーツ断捨離。終戦から70年以上が経った今、70年以上前の第二次世界大戦で投下されたハーツ弾が、大阪府吹田市のマンション建設現場で見つかりました。爆弾の種類は2000ポンド普通爆弾、通称1トン爆弾と言います。今回の動画は、不発弾による周辺交通の影響、JR 西日本の運行状況について見ていきたいと思います。今回見つかった爆弾には、信管と呼ばれる起爆スイッチなるものが付けられており、爆弾に衝撃が加わると起爆するシステムになっています。もし爆発すれば、半径300メートルほどに影響が出るといいます。その半径300メートルの中には、JR 京都線、大阪東線の線路が含まれておりまして、関西の東西にある交通が1本断たれることとなります。これに伴って JR 西日本では7月24日のお昼頃、減便、そして運転見合わせなどの措置を取ると発表しました。大阪高槻間、新大阪花天間の運休にします。特急サンダーバードや関空特急はるか号などの特急列車の行き先変更、新快速は滋賀県内のみの運行、大規模な運休を計画し、7月上旬から告知などを行ってきました。同時に JR 京都線を走行する貨物列車も運転を取りやめ、物流そして人流に影響を与えることとなりました。不通となったこの区間の振り替え輸送は、阪急電車や京阪電車などの京阪間を結ぶ私鉄が担うこととなります。では早速、行き先変更になった列車たちを見ていきましょう。お昼ごろ、一番最後に安行きというものが来まして、これに乗ればギリギリ京都より先に行けるということです。これを逃してしまえば逆に乗れないということ。さて、やってきたのはまずは普通電車。ここは加古川駅です。普通大阪駅というふうになっていまして、8両編成でやってきました。普通列車はもう大阪駅に限定されております。その後やってきた新快速電車、こちらは新快速安行き。この電車が最終の京都方面直通の電車。これを逃すと約2時間から3時間は京都より先行けないということになります。またこの電車をもって新快速の運転は一旦停止すると、そういうことになります。新快速安行き、普通大阪行きが発車していきます。この電車の1本前から普通電車は全て大阪行きになりました。車内の様子はこんな感じ。 JR 京都線、不発弾処理のため行き先を大阪に変更しております。 JR 西日本という表示の上に大阪行きと単純な表示、市長さんも案内しておりました。幕も大阪行きになっています。6号車、この電車は普通大阪行きです。そして今通過したこのスーパーハクト号、このスーパーハクトも行き先を見てみると大阪行き、スーパーハクト4号大阪行きになっております。電光掲示板を見ると京都方面安行き、これも最終の電車をもって全て大阪行き。では今度は姫路駅へ行ってみましょう。姫路駅は新快速電車の始点駅、終点駅でもあります。新快速姫路駅に乗って約10分、まもなく姫路に到着です。下り方面の新快速は動いておりました。姫路駅に到着。
さて姫路駅にやってまいりました。暑いですね。奥を見てみると姫路城がそびえ立っております。運行情報を見てみると、このように新大阪花店間の大阪東線、それから大阪高槻間が運転取りやめとなっています。振り替え輸送阪急線、大阪市営地下鉄、現在は大阪メトロですね、いろいろ振り替え輸送があります。スーパー白桃6号は12時25分発大阪行きとなっております。またそれ以外の普通電車もすべて大阪行き。これが13時から14時ぐらいまですべて大阪行きになるということです。昼ご飯は駅そばを食べました。やっぱり上りホームの方がね、絶対美味しいと思うんですよね。ということで、ここは大阪東線高井田中央駅です。ここからは提供していただいた動画をもとにお話ししていきます。少し前まで201系が走っていましたが、現在は221系に統一され、購入者は新大阪行きとなっていますが、実際は花店までしか行きません。これ幕がなかったのかな。なことないと思うけど。新大阪行きが発車。少し前までは3つ扉ではなく4つ扉の201系がたくさん走っていたのに、今年からはもうこの221系がいっぱい走っているということで、なかなか不思議なことを感じさせられますが、僕は221系になって以来1回も乗ってないです。さて、まだまだやってきた。こちらも新大阪駅と書かれております。これも実は花店駅なんですが、新大阪と書かれております。なぜでしょうか。ということで、高井田中央ではこのような電車を見ることができました。では、こういう列車は次の花店に到着したとき、どのような動きをするのか見ていこうと思います。さて、花店駅です。花店駅では奥の方、新大阪側に列車が止まっています。あれは221系、大阪東線の車両です。新大阪までは行かないため、折り返しは花店駅の構内というか路線の線路の上でやらないといけません。実際に留置線、待避線などがあるわけではありませんが、ここに本線上折り返しをして、新大阪までは行かずに花店で折り返すということを行っています。高電車は花店で折り返して旧法寺駅となります。ということで、向こう側右側には回送試運転の幕、この回送試運転の折り返しの様子を見ていきましょう。花店駅到着後、回送という幕に変わりまして列車は発車。新大阪方面へ向けて一旦加速します。新大阪へ向けてだいぶ走ったところで少しずつ減速していきまして、列車はもう間もなく停止します。ちょうど運悪く対向列車が来てしまいました。
さて、入線時はこのようにやってきます。回送試運転の状態で到着。この電車も先ほどのように新大阪方面に向けて列車は発車していきます。そして後で折り返しを行って先ほどのようにまた戻ってくるという感じですね。さあ、また先ほどのように列車が発車していきまして、新大阪方面へ向けて列車は発車します。またまた運悪く列車が来てしまいましたが、これは仕方ないことです。こちらは東西線、学研都市線を走る207系電車。西明石の方からも直通列車が来ています。こちらの方は運転見合わせなどの影響は全くなしといった感じです。ということで、反転はこんな感じになっておりました。さて、この頃大阪はというと、この到着した223系電車、快速として到着したんですが、これは回送になって宮原車両所の方へ行きまして、また回送されるということです。そして大阪駅上りホーム京都方面のやつはどうなっていたかというと、運転見合わせ中しっかりと出ていました。もう絶望を感じさせるようなフォントに書体ですよね。ということで、姫路駅へ戻ってまいりました。もうしばらく時間が経ちまして、13時32分発からは普通電車も大阪、京都、安駅となりました。そしてスーパーハクトも特急なども復活します。こちらは浜風号、京都方面からやってきた列車も無事に復活して、こちらは万般線の方に入りますがね、運転見合わせが終わった、無事不発弾が撤去されたといういい知らせを聞いて、 JR 西の方も順序運転再開していきます。京都方面安駅に乗れます。安という文字を見ただけで興奮したのはこの日が初めてです。221系も喜んで走っております。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。今回はですね、姫路駅、そして視聴者の方から花店駅での動画をいただいたので、 JR 神戸線、そして大阪東線がどのようになっているかというのを見ていきました。残念ながら JR 京都線の方はね、動画が撮れなかったのでご紹介はできませんが、今回はこのようにして終わりたいと思います。ということで、今回はこの辺りで終わりましょう。投下されてから70年以上経った今でも不発弾があるとは、センサーは他人事ではないということを感じます。霊気先が見れるのは嬉しいことですが、同時に戦争の恐ろしさも実感しました。最後に JR 西日本、振り替輸送先の各鉄道会社、陸上自衛隊桂駐屯地の方々、大阪府、そして吹田市の皆さん、その他関係者の方々、本当にお疲れ様でした。そして動画提供いただいた方に感謝申し上げます。ご視聴ありがとうございました。